山田です。今ですね、山梨県の富士吉田に来てます。仕事がねすごいもう忙しくて、結構ね体が悲鳴を上げちゃってたんで、ちょっとね一旦リセットしようと思って、富士吉田にある不動湯っていう冷水っていうのかなと言われているね、ちょっと温泉に急遽来てしまいました。まあ東京から車で1時間半とか2時間かかんないぐらいなので、昨日の夜出ちゃって、で今朝のもう今6時なんですけども、8時からなので、ちょっとねまだ今手前の道の駅、富士吉田の道の駅にいて、一旦ちょっと休憩しています。なのでもうちょっとしたら不動湯の方に向かおうかなと思っております。でね、急遽だったのでカメラも持ってきてなくて、ちょっと今 iPhone で撮ってますけども、ちょっとついでなので Vlog にしちゃおうかなと思いました。これがね、今のこの散策路の現在地ですね。ここに車止めてます。今ずっとこう歩いてきて、今このここにいるってことだね。ちょっとね、僕は初めて来るんですね。家族はね、以前に来たことがあって、ちょっと知り合いの、お友達、妻のお友達というか、娘のお友達というかの方にね、連れてってもらって、すごい良かったみたいなので、ちょっと僕もちょっとこのもう今体がですね、かなりもうずっと仕事をしているので、一旦ちょっと休めに行きました。で、ただまあ結局午前中だけちょっとゆっくりして、で、午後お昼ぐらいにはもう東京戻ろうかなと思ってます。なので午後ぐらいからはまたちょっと仕事に取り掛かる感じなんですけども、それぐらい割と手頃な距離というか、東京からは手頃な距離にあるので、良かったです。やっぱり山の空気はいいですね。いや、ほんといい匂い。木々とかね、土の匂いが。やっぱ山いいな。もうだいぶしばらくキャンプとか行けてないから。キャンプ行きたい。
ですね、不動湯に着きました。みんなね、ここのおそばにあるあの冷水っていうのをね、結構ね、地方からわざわざ汲みに来たりとかしていて、で、うちもですね、今日はあのポリタンクいっぱい用意してきてるので、それで、汲んでいこうかなと思っております。はい、さっきですね、不動湯に、入りました。いや、すごいね、気持ちいいお湯でした。熱いお湯と冷たいお湯っていうか、まあ、水に近いのかな、交互にね、何回も繰り返して入るという、まあ、そういうルールっていうか、やり方というか、そんな感じで、とりあえず入りました。で、割と一日に何回も入りに来る人が多いみたいで、で、だいたい今大部屋で休憩してからまた入ったりとか、で、今日僕らは小部屋をちょっと借りたので、まあ、結構ね、安い金額で小部屋借りれるので、なんかね、結構ちょっと旅行に来た気分で結構くつろげて、今ちょっと山を散歩してます。まだね、妻と娘が入ってるので、息子はね、ちょっといろいろ iPad で最近 3D 作るのにすごいハマっていまして、で、なんか 3D でいろいろ作ってます。戻ったらもう一回入ろうかなとは思います。今は11時10分ですね。はい、ね、この何の音だろうね、何の声だろうか、これは鳥なのか虫なのかね。この山のこういう音っていうのはすごい迫力もあるし、なんか本当にすごい好きな
音なんですけども、で帰りに冷水とね言われる湧き水をポリタンクに貯めて、帰ろうかなと。時にはね、こういうふうにこう自然の中にこう身をねこう潜めてというか、自然を身を置くというかね、やっぱそういうのも絶対ねこう人間必要だなと思います。こうやってねもう本当にこう心が洗われるというか浄化される気分になりますね。もうとにかくね僕はこう自然が好きなので、東京からもすごい近かったので、本当良かったです。うん。ね、不動湯、初めて来たけど、すごい本当いいお湯でした。で、なんかね、おじさん、80歳のおじさんとすごい、お風呂の中で長話しちゃったんですけど、そういうね、話を聞くのもすごく面白かったですね。ちょっと若干何言ってるかわかんないからね、まあ、愛想笑いじゃなくて何て言うのかな？とりあえずうなずいてたっていうところもあるんですけど、でもね結構いろいろ話してて面白かったですね。うん、なんかすごい自分のことを話してくれたので聞いてて面白かったです。なんか息子さんはなんか清水建設にいて、でなんだっけな、横浜に住んでるとかねかなりプライベートな話をおじさんすごいしてきたんですけど、あとね僕の足の指を見てね、なんか驚いててっていうか感心してて、なんか親指より、足の親指よりも人差し指が長いですね、僕の足の指っていうのは。でなんかね、そういうその指の人はなんかお金が入る指だって言われて、ありがとうございます、嬉しいです、お金入ってほしいと嬉しいんですけどみたいなこうね、こう晩年に入ってくればいいなみたいな。もう今はいろいろね大変ですけど、もうねまあコロナの影響もまあ少なからずありますしね。であとうちは息子娘が私立なので学費もねかかるし、まあでもそれがないとね僕も多分こんなに一生懸命働いてなかったのかなっていう気もします。やっぱりね、まあ別にかっこいいこと言いたいわけじゃなくて、守るべきものがあるとなんか人間頑張れるっていうか、そんなこともまあ実感してます。ごっくんと音、ダメなの。